5明治中学校には田坂さんと幼いさんが乗り込むので僕は外で待機することになる。田坂さんにずらずらついていって、母です、姉です、不詳の兄でございますと名乗るわけにもいかないので、これは仕方のないことだ。その間僕は名古屋駅に戻って駅ビルで時間を潰すことにした。どこかお店に入ろうかとも思ったけれど、名古屋までの電車代や富岳でのコーヒー代などを考えると、少し財布の紐を引き締めておきたい。エレベーターに乗って上階の書店に行くと、さすがに土曜日だけあって随分な混みようで、レジには会計待ちの列ができている。文庫の新刊コーナーを冷やかしながらいろいろと考える。悪意を持って小木さんを陥れたのは誰かという問いについては、今のところ検討することもできない。情報が足りないからだけれど、その情報は今、着々と集まりつつある。知ってはいたけれど、幼いさんの行動力には全く目を見張るものがあり、休日にわざわざ名古屋まで来たというのに、僕の出番はこれまでのところほとんどない。物足りない。とはしかしさすがの僕も思っていない。理由もなく罰せられるやりきれなさは僕もわかる。目についた文庫本に手を伸ばしかけて、ふと別のことを思いついた。店内を見回し、天井から垂れ下がる学習参考書の幕を見つけてそちらに向かう。3学期は短く、すぐに期末試験があり、学生の本分は勉学だとはいえ、今は別のことが気にかかっている。赤本や問題集が並ぶ棚を見ながら目指すものを探す。あったあった。英和辞典が並べてある棚を見つけ、箱から出すのは申し訳ない気がするので、箱なしの辞書をそっと引き出す。M の項を見ていくが、すぐにこれではどうも間に合わないことに気づく。それに多分調べたい単語は英語ではない。ちょっと考えて、今度は国語辞典を手に取り、まあの項を見ていく。やっぱりそうか。辞書を閉じ棚に戻す。ちょっと興味深い事実を知ることができた。小木さんの定額と関係があるかどうかはまだわからないけれど、ところで言葉の意味を調べるだけなら携帯電話でこと足りたのに、思いついたら矢も盾もたまらず辞書を引いてしまった。立ち読みで情報を得てそのまま帰るというのは申し訳ないから、せめてもの償いにと文庫の棚に戻って、前々から買おうと思っていた短編集を買った。文庫にブックカバーをつけてもらっているところで携帯電話が着信を知らせる。ちらりとモニターを見ると、幼いさんからのメッセージが届いていた。書店を出て、改めてメッセージを確認する。おしまい。覚王山駅で会いましょうね。なんだか変な語尾だ。多分予測変換のせいだろう。地下鉄も二度目ならそれほど迷いはしない。覚王山駅についてどこで合流するのだろうと左右を見回すと、 LED の明かりに照らされたホームの端で気ぶくれた幼いさんがベンチに座ってうつむいていた。近づいても幼いさんには立つ気配がなく、僕だけ立っているのも変なので隣に座る。あの人は？と聞くと、幼いさんは自分の足元を見つめたままマフラーの下から答えた。お店に戻った。田坂さんが店を開けたのは正味2時間ほどだろう。店長だから好きな時に時間を開けられるなどというわけはなく、多分午後は休みを取ったのではないか。それでもやはり店には戻るらしい。自分が関わったことは小木さんには言わないでって言ってた。わかった。それで守備は？上々。上り線のホームに電車が入ってきて、数十秒ほどでベルとともに離れていく。騒音が止むのを待って聞く。
経過を聞かせてくれるかな。うなずいて幼いさんはくぐもった声で話し始める。三本木先生とはすぐに会えた。土曜日で案内してくれる事務員さんがいないから直接応接室に行くように言われていたの。警備員さんとかもいなくて随分簡単に入れるんだなって驚いたぐらい。三本木先生は応接室にいて何かお仕事をしてたみたいで、田坂さんがドアをノックして部屋に入ったら広げていた書類をカバンに片付けてた。さすが私学ね、立派な内装だった。テーブルは重厚でソファーはふかふか、絨毯の毛足も長かった。ホームには他に誰もいなくなった。 LED の冷たい光だけが僕たちを照らしている。三本木先生は40歳ぐらいかな。顔つきに剣がある人だって思ったけど、生徒を怒鳴る先生だって事前に聞いてたから余談があっただけかも。迷惑そうなのを隠しもしないで、お茶も出ませんがまあどうぞって言って田坂さんを座らせた。私のことはちらりと見たきり誰だとも聞かなかった。保護者という看板は本当によく聞いたようだ。推挙されないのなら僕も一緒に行けばよかった。結論から言うと、私たちの予想通り小木さんが停学になったのはパーティー会場に小木さんがいる写真が送られてきたからだった。差出人の名前はここでは言えないって言ってたけど、多分忘れちゃったか匿名だったんだと思う。コスモスはその場にいなかったと言っていますがって田坂さんが言ったら、三本木先生はムッとして写真があるんだから言い訳できないって返してきた。大晦日に田坂さんが小木さんと一緒にいたかどうか聞かれなかったの？うん、聞いて一緒に紅白見てましたって言われたらどうしようもないからだと思う。そんなところだろう。三本木先生はあんまり人の話は聞かないで、あの年頃の子は嘘がうまい、学校も力を尽くすけれど自宅での指導も重要ですの一点張りで、後で田坂さんは怒ってた。きちんと調べもしないで決定を押し通すことしか考えなくていい加減だって。田坂さんは怒っていたか。唇に何か含みがある。幼いさんはそう思わなかったんだね。マフラーと前髪の間で幼いさんの目だけが少し笑う。証拠の写真を見せてもらえませんかって言ったら見せてくれたんだもの。貸してほしいって言ったらプリントアウトを渡してくれた。あんなに良心的な先生私初めて見た。怒ったりなんてできない。それはすごい。いくら保護者だって言っても外部の人に情報を渡してくれるなんて本当にいい人だね。よほどうまく交渉したのかな。コスモスが絶対に言ってないって言い張ってるから証拠を突きつけたいとは言ったけど、多分その言い分を信じたんだろうね。悪いことしちゃった。嘘をついておきながら相手がその嘘を頭から信じ込むと罪悪感を覚えるらしい。ベルが鳴り、下り電車が風を伴ってホームに入ってくる。ホームドアが開き、数人が乗り、数人が降りる。発車まで少し長く感じたのは、僕たちが乗るのを電車が待っていたからか、それとも単に僕の気のせいか。静けさの戻ったホームで幼いさんが言う。とにかく、証拠写真はこれ。コピー用紙にプリントアウトされた写真を見せてくれる。画質は荒いが、写っているものは十分に見て取れる。グラスを持った女子、ワインやシャンパンのボトル、そして満面に笑みを浮かべた小木さん。一見しただけだと特に不審な点はない。ということは、それなりに精巧な捏造品だということだ。地下鉄のベンチは暗く寒い。写真を検討するには適さない。さすがだね。こんなに早く手に入れるなんて。じゃあ行こうか。
無言でうなずき、幼いさんはゆっくりと立ち上がる。ベンチに使い捨てカイロが乗っていた。どうやら幼いさんはこれの上に座っていたらしい。そ知らぬ顔でカイロを回収すると、幼いさんは低い声で、ここからね、と言った。そうして僕たちは再び小木さんの部屋に戻ってきた。小木さんはひどく物言いたげに僕たちを迎えた。田坂さんに勝手に接触したことについて何か言いたかったのだろう。だけど、幼いさんが有無を言わせず突きつけた証拠写真を一目見ると、何よりもまず小木さんは甲高い声で叫んだ。こんなの嘘です。偽物です。その目にみるみる涙が溜まっていく。だって私こんなことしてない。こんなの、ゆきちゃん先輩、これ嘘です。幼いさんは小木さんを真っ向から見つめて言う。そう思う。え？私もこの写真は嘘だと思う。慌てて目尻を拭い、小木さんは目を丸くして聞く。どうして？あなたは無実なんでしょ？だったら偽物に決まってる。ほんの少しも疑っていない、気負いもてらいもない言い方だった。小木さんは、ゆきちゃん先輩とつぶやいたきり絶句して、しばらく何も声にならないようだった。その間に僕と幼いさんは、明るい照明の下で再度写真をこう観察する。幼いさんが携帯電話を操作し、海津さんから転写された写真を表示させた。見比べるまでもなく、両者は違う写真だ。海津さんから転送された写真では、海津さんと佐田さん、栃野さんの3人がグラスを片手に揃ってポーズを決めていて、手前のテーブルにはワインか何かのボトルが置かれている。栃野さんだけポーズとしてグラスに口をつけていた。3人は壁際に立っているようなので部屋の広さは分からず、壁紙がストライプ模様になっているのが見て取れる。三本木先生から受け取った写真に写っている小木さんは、若干右斜め上を見ながら満足そうに笑っていて、右手にグラスを持ち、左手はピースサインを作っている。着ているものはセーターとスカートで、セーターには大きな黒いリボンがあしらわれている。近くでは海津さんがシャンパンをグラスに注いでいて、小木さんの後ろでは別の女子がカメラ目線でグラスを煽っている。壁紙はストライプ模様だった。撮影場所は同じ部屋のようだけれど、アングルも被写体も違っている。両方に写っている人物は海津さんだけで、その他にはどちらにもお酒とおぼしきものを飲んでいる人が写っている点が共通している。こうしてみると、幼いさんがもらってきた写真はやっぱりちょっとおかしいね。幼いさんが聞いてくる。どこのこと？僕は小木さんの左手を指さした。ピースしてるってことは撮られているのが分かっているはず。なのに目線が斜め上に向かっているから、なんか変な感じがする。うん、それは確かに。ようやく小木さんの様子が落ち着いてきたようなので聞いてみる。小木さん、この服小木さんのかな？あからんだ顔で写真を覗き込み、小木さんは首を横に振った。違う、こんな服持ってない。すると首だけすげ替えたんだ。もう一度顔だけに注目してよくよく見る。コピー用紙にプリントされた写真は画質が悪いけれど、意識してみれば確かに頭の輪郭線が少しぼやけているし、首の継ぎ目も見えないことはない。そして僕は小木さんの方に何か黄色っぽいものがついていることに気がついた。なんだろうこれ。問題は？と幼いさんがつぶやいた。誰がこのパーティー写真を撮ることができたか、その写真データを持っている人だけが捏造写真を作れるんだから。それはそうだろうけど、撮ることができたのは大晦日に
カヤズさんたちとカウントダウンパーティーをした人たち全員だよ。12、3人で言ってたかな。小木さんが勢い込む。じゃあその人たち全員に誰がこの写真を撮ったか聞いてみればいいんですね。そうはいかないよ。僕が言うと小木さんは眉を潜めて黙り込んだ。幼いさんが横から説明してくれる。それはとても難しいことよ。カエズさんも出席メンバー全員は把握してないみたいだし、そもそも相手に迷惑がかかるから聞いても多分教えてくれない。しかももしデータがネットに上げられていたら、誰がその写真を保存したのか突き止めるのはほとんど不可能になる。そっか。小木さんはプリントアウトされた写真をじっと見つめる。なんで私がこんな目に遭うんだろう。パーティーに出てた誰かが私を恨んでたってことなんだよね。心当たりはあるの？幼いさんが尋ねると、小木さんは力なく首を横に振った。ないです。でも誰かが私を。声が再びせり上がっていく。僕はこれまで何度か隠された敵意を見抜いたことがある。笑顔の裏に人を貶めようとする意図が働いていたのを察知したことがある。けれど敵意を向けられた人がそれをどう受け止めるのか目の当たりにしたことはなかった。小木さんは自分が誰かに陥れられたことはとっくに知っていたはずなのに、今その敵意の結晶である捏造写真を前にして心がぐらぐらと揺れている。こうなるのか。僕はただの小市民であり、仮にそうでなかったとしてもただの逆しらぶった探り屋に過ぎない。でもちょっとぐらいは何かできるだろうか。誰が敵意を向けてきたのかはっきりさせることで小木さんが少しだけでも楽になったりするだろうか。僕はそれは疑わしいと思う。でもそうだ、小木さんは何が何でも誰が敵なのか知りたいと言った。だったら僕も今さら迷いはしない。幼いさんらしくもないね、と僕は言った。二人の目が揃って僕に向けられる。問題なのは誰がこのパーティー写真を撮ることができたかだけじゃないよ。注目すべきは誰がこの笑っている小木さんを撮ることができたか、そして誰がパーティー写真と小木さんの写真の両方を手に入れることができたかだ。小木さん、この笑っている顔どこで撮られたかわからないかな。突然聞かれて小木さんは慌て気味に答える。え、写真なんてよく撮るし、文化祭とか放課後とか。よく見て、この頬のところ何かついてる。頬？聞き返して小木さんが目を写真に近づける。幼いさんは目がいいけれど、やはり同じように写真を覗き込んだ。小木さんがつぶやく。本当だ、恥ずかしい。二人は同時に顔を上げた。あ、小鳩くん、これって。多分そうだ。幼いさんが強く言う。小木さん、オルカの最新号あるよね。持ってきて。はい。すぐにミニコミ誌オルカがテーブルに載せられる。最新号のトップ記事は日パスティチェーレ交流会だ。市内のホテルで開かれた交流パーティーの様子。ずらりと並んだイタリア菓子。笑顔の参加者たちが写った写真が載っている。ワイングラスを手に談笑する男性2人の後ろで、この上もなく幸せそうに頬にクリームをつけて小木さんが笑っている。捏造写真とオルカ掲載の写真を見比べる。目線の角度もクリームの位置も全く同じだ。これね、気づけなくて恥ずかしいわ、と幼いさんがしみじみつぶやいた。オルカそのものは名古屋市内のみならず周辺の都市でも販売されているので、この写真は誰でも手に入れることができた。
該当する写真をスキャンするなり撮影するなりしてデータ化すれば、カウントダウンパーティーの写真と合成して偽の証拠を作ることができる。しかしオルカに乗っている写真では、小木さんの頭に交流パーティーは華やかにという見出しの2がかぶっている。この2の文字をコンピューター上で除去することは不可能ではないだろうけれど、犯人の画像加工技術は首の継ぎ目を違和感なく消すこともできないレベルだ。雑誌からスキャンしたデータで捏造写真を作ったとは考えにくい。となれば、犯人はオルカ編集部の人？小木さんがつぶやく。その可能性もなくはないけれど、オルカ編集部とカウントダウンパーティー、そして小木さんへの悪意の3つを結びつける意図があるとは考えにくい。あるいはオルカ編集部から写真データをもらった人だ。そんなのもらえるのかな。小木さんならお願いすれば簡単に譲ってもらえたと思うよ。被写体だからね。同じようにこの写真に写っている他の人たちもデータをもらえたはずだ。僕はオルカの写真の中でグラスを手に談笑している2人を指さした。一人は中年の日本人とおぼしき男で、もう一人はひげを生やした白人の若者だ。この2人はパティシエだと思うんだけど、どっちか知ってる？小木さんは迷わず中年男性の方を指さした。この人、ちょっと顔色が悪い。声も震えている。覚えてる。名前は知らないけど、私がシュークリーム食べてたら近寄ってきて、イタリア菓子の交流会なのにシュークリームを出すなんて無教養な店があったもんだねって言ってきた。そのシュークリーム、どこの店が出したのか知ってる？うちの店。あ、それは多分小木さんがパティスリー小木のオーナーパティシエの娘だって知っていて、わざと嫌味を言いに来たんだろう。私、あの時はなんだか楽しかったから深く考えずに、でもシュークリームはフィレンツェのお姫様がフランスに伝えたって聞いたことありますって答えたんです。そうしたらこの人何も言わずに離れていきました。幼いさんがちょっと眉を寄せた。恥をかかされたって思ったのかな。でもそれだけでこんな写真作って学校に送ったの？それにカウントダウンパーティーの写真はどうやって手に入れたの？それらの疑問には答えられると思う。オルカに手を置き僕は言った。小木さん、オルカ編集部に電話して聞いてみて。マロニエシャンの土地のパティシエに日パスティチエレ交流会の写真データを送ったかどうか。小木さんは目を見開いて言葉の意味が染み込むまで少し時間がかかるようだった。帰りの東海道線に乗り込む頃には日はすっかり暮れていた。下り電車は満員だったけれど、僕と幼いさんは運よくクロスシートに並んで座ることができた。向かい合わせの4人掛けで僕たちの前に座ったのは大学生らしき2人組で、どちらもイヤホンで音楽を聴いている。人混みの中では事件の話をしたくなかったけれど、これなら少しぐらいは話せるだろう。小木さんからの電話を受けてオルカ編集部の人は別に不思議がりもせず、確かにあの写真のデータを土地のパティシエに送ったことを教えてくれた。小木さんもご希望でしたら送りますよというのを丁重に断って、電話を切った小木さんは少し青ざめていた。土地のパティシエであればパスティチエレ交流会の写真とカウントダウンパーティーの写真の両方を手に入れることができた。前者はオルカ編集部から、後者は娘の土地の美代から。土地の氏は以前からパティスリー小木に対してじくじたる思いを抱えていたのではないか。幼いさんが教えてくれた。年末恒例オルカ注目今年のスイーツランキングで3年連続1位だった
マロニエシャンがパティスリーコギアネックスルリコのオープンで首位から陥落したと。もともと恨んでいたコギの娘に晴れのパーティーで恥をかかされた上、自分の娘は飲酒で定額になる始末。人の口に戸は立てられないし、マロニエシャンの娘は酒を飲んで定額になったと知れ渡るぐらいなら、同じ汚名をパティスリーコギの娘にもかぶせてやろうとしたのだろう。あるいは主犯は土地の妙の方かもしれない。どうせ定額になるなら憎きライバル店の娘も巻き添えにしてやろうという魂胆だ。2つの画像データから偽の証拠を作るのは大人の仕業という気がするし、飲酒の濡れ衣を着せて定額に追い込もうというのは中学生の発想という気もする。となると親子共犯というのはあり得るラインかもしれない。まあ目的は十分に果たしたし、どちらが主犯なのかまでは突き詰めなくてもいいだろう。小鳩くん、揺れる車内で幼いさんがささやく。よく知ってたね、マロニエシャンのパティシエが土地のさんだなんて。こともあろうにパティシエの情報で僕に先を越されたのだから、多分心中穏やかではないだろう。でも幼いさんは勘違いをしている。知ってたわけじゃないよ、そうじゃないかなって思っただけで。ただの勘ってこと？勘よりはもうちょっと根拠があったけど。マフラーごと首をかしげる幼いさんに考えの道筋を説明する。さっき幼いさんと田坂さんが零治中学校に行っている間に調べ物をしたんだ。土地野さんのマロってあだ名がどうしても引っかかってね。どうしてマロって言うんだろう。そういえばマロがつく言葉を最近他でも聞いたって思ってた。土地野さんはスイーツ作りに興味があるって言ってたし、もしかしたらと思ったら大当たりだったよ。調べたって何よ。簡単さ、土地を辞書で引いたんだよ。落葉樹であることや山地に自生することなどが書かれていて、その最後にマロニエも山椒のことって書いてあった。マロニエって西洋土地の木のことなんだってさ。幼いさんが小さくうなった。事件の関係者に土地のという名前の生徒がいて、パティスリー小木に追い落とされたマロニエシャンという店があって、マロニエとは西洋土地の木のこと。僕はこの3つの符号は偶然ではなく、土地野さんのお父さんがマロニエシャンのパティシエなんじゃないかと推測した。そこに捏造写真の元データは日パスティチェーレ交流会で撮られたものだという事実が加われば、問題の解明は難しいことではなかった。犯人は分かった。罪を着せられた理由もほぼ分かった。小木さんの気持ちは少しは晴れただろうか。それとも敵の名前が分かったからといって何も救われないという虚しさに襲われてはいないだろうか。さっき去り際に幼いさんは小木さんにアドバイスをしていた。捏造写真という証拠があるのだから、これをオルカ編集部に送りつけることもできる。土地のパティシエがやったことを書いて投書すればいい。オルカ市場でのマロニエシャンの扱いはきっと変わるだろうと。ねえ幼いさん。なあに？小木さんは投書するかな。復讐のために。幼いさんはなんだか眠そうだった。トロンとした半眼で、しないと思うと答える。だってあの子はいい子だから。それきり幼いさんは黙り込んだ。多分疲れて寝てしまったのだろう。幼いさんを起こさないといけないので、どうやら僕は眠るわけにはいかないようだ。満員の電車は帰路を進む。小木コスモスさんを夜に一人残して。次の水曜日、僕と幼いさんはパティスリー小木アネックスルリコに招かれた。定休日だけれどテレビの取材があるので、田坂ルリコさんは出勤し、
取材の後に僕たちを入れてくれたのだ。ゆきちゃん先輩にはすごくお世話になったから。そう話す小木さんの笑顔には曇りがなかった。捏造写真をどう扱ったか、クラスメートの土地野さんとは何を話したのか、そうしたことを僕も幼いさんも尋ねなかった。頼まれ事は果たしたのだ。それ以上は別に知りたくないし、話させたくもない。田坂瑠璃子さんは制服代わりの黒いエプロンをつけてたおやかに笑っていた。本当にありがとうございました。小木さんと田坂さんが並んで笑うのを見て、僕は柄にもなく少し嬉しかった。先週の土曜日まで小木さんは田坂さんを憎んでさえいただろうし、田坂さんは小木さんに遠慮があった。でも今二人は同じ空間にいる。僕たちは捏造写真を手に入れるのに田坂さんが協力してくれたことを小木さんには話さなかったけれど、二人は何かの形で言葉を交わして、少なからずお互いの距離を縮めたようだ。そうしたことを多分幼いさんは見ていない。お店に一歩入るや否や、幼いさんは言葉を失い、体を震わせ棒立ちになってしまったから。パティスリー小木アネックスルリコの店内はお菓子で彩られていた。パステルカラーのマカロン、マーブル模様のマカロン、原色に近いマカロン、ホールサイズのチーズケーキ、シュークリームを積み上げ、上からチョコレートをかけたタワー。クロカンブッシュと言いますと後で教わった。そして普段ならフランス菓子店であるパティスリー小木アネックスルリコに置かれているはずもないベルリーナプファ、なんだっけ、ベルリン揚げパンも全部ゆきちゃん先輩のです。撮影に使ったものですからお店には出せませんし、よかったら好きなだけ楽しんでくださいね。幼いさんが口を開け、何か言おうとしたけれど、あわわというような変な声しか出てこなかった。小木さんから電話で幼いさんにお礼をしたいのだけどどうしたらいいかと相談され、じゃあお菓子でもてなしてあげてとアドバイスした。揚げパンのことを教えたのもその時だ。幼いさんはきっと喜ぶだろうとは思ってたけど、こんなに舞い上がるなんてちょっと推理できなかったな。口元に両手を当て目を潤ませ、幼いさんはかろうじて言う。ねえ、私死ぬの？小木さんが声を立てて笑う。時刻がちょうど6時になって、外の大時計から流れ出した大牧場は緑のメロディーが店内を満たしていった。